光の戦士はカオスを倒し、王女は彼の妻となる。またその話か。そう。あなたにその気がないことを、セイラも気づいているとしたら、王女との結婚を拒むなら、あなたは予言に背いた異端者として、パラミティアシステムに殺される。だからセイラはあなたを守ろうと、光の戦士と王女とが予言通りに思い合う、見せかけの愛を演じているとしたら。俺を守るために?好かれていないと気づいていながら、あなたに微笑みかけていた。なんで?なんでそこまで俺のことを?希望を託したんだと思う。パラミティアを救う光の戦士は、あなたしかいないと信じてかけた。さすが王女だ。人々を救うためにって理屈で、好きでもない俺を利用したのか。そして、あなたも救われた。彼女が演じてくれたおかげで、あなたは異端に落ちずに済んだ。斬新な推測だけど、何の証拠もない。それなら、セイラがあなたを好きではなかったという証拠は